フォールアウト76、スティールダウン、遊んできます。さて現在ですが、レジェンダリーの少々、この交換ポイントが、普段は150なんですけど、本日はね、300、2倍になってますね。だからこの分、レジェンダリー武器とかを交換することで、より多くのレジェンダリーガチャ、それが引くことが可能になりますので、まあ、今回1000ポイント、こちらありますので、この300ポイントと合わせて、13回分くらいかな。まあ、そちらを行ってみましょうか。何か良い武器が出てくれればいいんですが、そしてさらにね、先日の QL アップデート、それに伴って、スタッシュの容量も上がってますので、現在容量がまだ結構余ってるから、まあ、多少微妙な武器でもね、こちらスタッシュ内にね、入れておく方が可能ですね。よし、じゃあ早速、どんどん引いていきましょうか。で、前々回あたりの動画でね、試しましたけど、爆発系の武器、そこら辺がほとんど壊れなくなったんでね、まあ、爆発のツーショットとか、クワットとかね、まあ、そこら辺が出てくれたら、なかなか当たりな感じありますが、じゃあレジェンダリー遠距離武器、一発目引いていきましょう。交流！おっと、いきなり、オートグレネードランチャーですが、性能は微妙かな。グールスレイヤーか。オートグレネードランチャーで、ツーショットとかあるんですかね。あれば結構当たりな感じあるけどね。で、二つ目。交流！あ、クワット爆発のコマットライフル。待って、これ持ってたかな？ちょっと確認してみよう。まあ、しかし、クワットに爆発とね、一見当たりですよね。あ、今まで持っていたクワットコンバットライフルは爆発じゃありませんね。これは当たりだな。ということはね。やったね。幸先いいぞ。で、三つ目を。交流！ハンターのグレネードランチャー。これは微妙か？まあ、しかしね、グレネードランチャーも多分壊れにくくなったと思うんでね。まあ、グレネードランチャーはね、クワットとかあるのかな。そこら辺があるんであればね、欲しいところでありますが。で、四つ目。交流！外地駆除の10ミリサマシンガン。これは外れかな。では5つ目。交流。お、タイハマーヌカランチャー重量 90% 減少。これ結構当たりなんじゃないの？ヌカランチャーと言ったら、もう重たい武器でありますが、重量 90% 減少はね、すごく嬉しいよね。さらにタイアーマーだから、もうなかなかいいんじゃないでしょうかね、これはね。ヌカランチャー本当に使ってませんからね。これは所持しておいて、なんかね、ミニニュークを拾ったら、即使うみたいな、そういう使い方ができますね。ヌカランチャーでツーショットってあるのかな？まあ、そこら辺気になるけど。では次は6つ目。交流！ハンターの50口径マシンガン！ハンターか。これはいまいちかな。では7つ目。交流！衛星兵のテスラライフル！テスラライフルの衛星兵って、どうなんでしょうね。意外となんか性能良さそうな感じありますけどね。複数に当たるから、その、バツのクリティカルヒット。これがね、いっぱい当たって、回復量が増えそうな感じあるんですけどね。ただ現状衛星兵はなかなか使う場面がないですかね。ボルトキー4のレイドダンジョンみたいなね、ああいったものがまた再び出てきて、で、短期用のキャラクターが別にいて、で、そのキャラクターをね、周りの人が回復するみたいな、フレンドリーファイアつけたりしてね、そういった場面ではまあ、役立ちそうな感じありますけどね。まあ、今後に期待でしょうか？で、次は、7つ目かな？交流！タイアーマのハンティングライフル！ああ、久しぶりのハンティングライフル来ましたね。タイヤアームに発射速度、まあ悪くはないけど、ハンティングライフルももうめっきり後半になると出なくなりますからね。まあ、一応これはキープかな。次は9つ目かな。交流！ G ロットのガトリングガン！これはいまいちか？じゃあ次は10個目ですね。交流！あ！ダブルバレルショットガン、無重量。ああ、悪くはないけど。でもちょっといまいちかな、これはね。じゃあ不要品を解体して。現在の10連で出たね、不要品だけで、どれくらいポイントが貯まるかですね。一つが40だから、7個交換で280ポイントですね。ちょうど不要品が7個ありましたね。これ残り20ポイント。あれ？残り1ポイント欲しいんだけど？これ交換できないじゃん。まあ仕方ない。じゃあとりあえず2回追加で引きましょうか。11個目。交流！壊し屋のハンティングライフル！ちょっといまいちだが。こちらラスト。交流！忍び寄る者のシングルアクションリボルバー。忍び寄る者は、これあんまり使いませんよね、このレジェンダリー。じゃあ星3つのレジェンダリーアーマー。ビウスリコンアーマーとか設計図結構手に入れてるんだよね。そちらを期待して、ここにしてみましょうか。交流！マリンアーマー左足！クローク！とりあえず今回の当たりは、クワット爆発コンバットライフル。あとヌカランチャーかな。とりあえずレジェンダリー勝者の交換ポイントが300あろうと、結構一瞬でなくなってしまいますね。まだまだ足りない感じありますね。300ぐらいではね。
普段が150というのは相当少ないんだろうな。じゃあとりあえず今回入手したタイヤーマのハンティングライフル、こちらとあと無重量のぬかランチャー、この2つちょっと使ってね、チャレンジをこなしましょうか。せっかくなんでね。あとぬかランチャーってヘビーガンナーのパーク関係ないんでしたっけ。デミルシュエキスパートのみかな。現在ぬかランチャーのダメージが1824、ここにデモリッションエキスパートをつけると2905。数字はすごいんだけどね。威力はどんなもんでしたっけ。それほどでもないんだよな。ヘビーガンを外してみましょうか。あ、ヘビーガンやっぱ関係ないんだな、ぬかランチャーは。では武器を改造してみましょうか。ハンティングライフルに50口径レシーバー、これつけたことありませんね。38口径ももちろんありませんが、50口径に変えると結構威力上がりますね。あれ？精密50口径レシーバー。それよりも、普通の50口径レシーバーの方が威力は高いんですね。10ぐらい違うよ。特にツーショットとかではないんで、そんなに精密度は必要ないかな。じゃあ威力上げてみますか。50口径レシーバーでね。でもハードレシーバー、これでも結構高いですね、威力はね。約200ある。精密50口径で高いじゃん、ハードレシーバー。まあいいや、せっかくなんで。50口径レシーバーを利用する。あれ？トゥルーストックにしたらなんか、色味も変わりましたね。木目調から随分渋くなったな、これ。ハンティングライフルとは思えない。銃口はどうしようかな。サプレッサーつけますかね。ハンティングライフルが、こちらですね。まあ、結構序盤の方ではね、かなりお世話になる武器ではありますが。それと、ぬかランチャーがこちら。ボルトテック塗装。とりあえず弾は9発持ってます。敵がね、まとめている場合に、これをぶっ放してみますか。とりあえず本日のチャレンジで、レジェンダリーを3体倒す。これがあるんでね。ちょっとこちら挑戦してみますかね。レジェンダリー、確定イベントとかあればいいんだけど。今んとこやってないかな。じゃあ、チャールストン議事堂。ここの受付で結構ね、以前は、グールのレジェンダリーが出やすかった。そんな感じありましたけど。今修正されたのかな。まあ、一応行ってみましょうか。結構グールがね、固まって出てくるので、ぬかランちゃんは役に立つんじゃないかな。正面入り口。こちらから入りましょう。ここはメインクエストで来る場所でしたっけ？一番初めのね、たらい回しにされる。そういう面白い場所でもありますけど。ここの受付を起動することで、グールがどんどん湧くと。B 部門開始。これ来るかな？これアナウンスが流れないんですよね。ラジオ音声とかオフにしてるからですか？だから来た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 、早速来たよ。しかも、レジェンダリー付き。行くぞ、タイヤワのぬかランチャー。ちょっと待って。一発で倒した？しかし、ダメージ数値が表示されませんでしたね。ザクは倒したけど、レジェンダリーはどうやら？レジェンダリー2体いた。どうかな？一発目で2体倒したような感じしましたよね、今ね。あ、やっぱり2体いたんだ、レジェンダリー。すごいね。星3つ、猛烈の爆発。あっと、こっちもいる。面白いウエスタンリボルバー拾いましたね、今ね。しかし少なくとも、ぬかランチャーでね、グーラー一発で倒せましたね。レジェンダリーでも。結構な威力ありそうですが、また出てきた。よし、行くぞ。ぬかランチャー。まとまれ。まとまなくていいか？ぬかランチャーだから。タイヤーマヌ、ぬかランチャー。おーっと、どうだ？自分にも当たったっぽいが、あ、一体生きる。あいつは、古代化しますね。いや、ミスったのかな？まだ2体あるぞ。さすが星は強いな。もう一発ぶっ放すか？ぬかランチャー！おら、決まった！やはりちゃんと当たれば、一発っぽいね。いや、ちょっとダメージ数字がね、見れないのは残念だね。どれくらい当たってんのか確認したい。B 部門はこれで終わりかな？もうちょい奥から、湧いてる可能性があるから。一応覗きますか。やっぱいますね。まだいるぞ。あ、急に湧いた？近くに。当たらない。なんだ？向こうで何か死んだ。それはさておき、こそ狙っていきたいが、頭に当たらないな。2体来たぞ。やはり全部をね、なるべくまとめて、一発で倒しちゃおうか。お得なんでしょうけど、ああ！これ自分もやっぱり、結構ダメージ食らってるっぽいな。C 部門開始。ユニークな名前のグールも、出てきたような感じしましたが、どうかな？ C 部門。そっちに湧いた？今のところ1体。またなんか死んだ、勝手に。よっと、頭を狙って一発。しかし、あ、出た。ユニークなグール。受付番号。
しかし一発で倒した。今のユニークなグールが出たら完了かな。とりあえず残り一体のレジェンダリーを求めてね。進みましょう。あ、早速湧いてくれたね。これで本日の目標は達成だけど。じゃあヌクランチャーぶっ放すか。二体まとめてやりたいが、あそこにどうだ。うろ、決まった。コッパ目地に吹き飛びましたね。ウィークリーチャレンジで、レジェンダリーを10体倒すチャレンジ。それもあるっぽいんだよね。もうちょい進めておきますか。タイヤーマーボーイナイフ。この部屋からも、湧きますね。左に1体。75レベル。ヘッドショット。もう一丁。湧いた。やつか?まずケツ打つか。ケツで一発。あれ?今のレジェンダリーだった?あ、血濡れのパイプピストル。行くぞ、ヌクランチャー。弾込めて。固まれ。岩田ー。いやー。セレンディピティ助かった。ちょっと近かったようですね。おっと、2体来たぞ。行くか、ヌクランチャー。ちょっと近いかな?巻き込まれるかもしれないが、撃つー。いやー。決まった。ジャンピングバッツで、さっくり倒していく。クリティカル。おっと、レジェンダリー湧いた。やった。うら。あ、倒せない。ミューテイトか。さら一発。接近中だが。とどめ。レジェンダリー残り3体。サプレッサークロスボウ。星3つか。ドロップドコネクション。ハーパーズフェリー。ここが強い手がいっぱいいますからね。レジェンダリーも出やすいんじゃないか?すぐナードレージ発動させませんでしたが。あれ?ミュータントと少し争い始めた?行くぞ!ヌカランチャー!よー!どうだ?一気にやったか?よし、また打っていく。グールよりミュータントの方が頭がブレないからね。狙いやすいですね。前方にスコーチ。スコーチとミュータントがかなり入り乱れてますね。ジャンクに当たってしまったが、一発で倒せない。新手の少し現れた奥に。タレット。破壊していく。レベルアップした。レベルは420。よし、それでは今回はこれで一回終了したいと思います。まあ、今回は、レジェンダリー勝者の交換ポイントがね、マックスで300ではありましたが、まあ、これでもちょっと物足りない。そんな感じありますね。まあ、むしろこの300ポイントはね、もう普段のデフォルトにしてほしいぐらいの、まあ、それくらいの物足りなさをね、感じておりますが、で、今回はレジェンダリーガチャに結構良さげな武器、クワッドの爆発のコンバートライフルでしたっけ?まあ、それにいいの当てたんでね、まあ、そちら今後ね、別に動画で撮っていきましょうか。で、今回使ってみたハンティングライフル、これ50口径にしたらね、結構強かったですね。タイヤアーマーなので、まあ、威力も申し分ない。レベル100くらいの敵でもね、2、3発で倒せる感じでありますね。あと、ヌカランチャーね、これ、やっぱ強いですね。使ってみたらね。自分も巻き込まれたら死ぬぐらい、それぐらい強い。ただね、ダメージ数値が表示されない。それだけは残念でありますが。あんまり耐久度やっぱり減ってませんね。8発撃って、これぐらいかな?耐久度減少がね。ということで、今までどれくらいで壊れていたんだろうな。まあ、このヌカランチャーね、重量 90% 減少なんで。これは常に手元に置いておいて、で、ミニニュークを拾ったら、さっと撃ってみるみたいな。まあ、そんな使い方でね、運用していきましょうか。よし、では続きは、また次回。